美味しい海の幸と大地の恵みが豊富な地域、北海道のてっぺん宗谷。今日はそんな宗谷を代表するゆるキャラたちがご当地 PR をかけて本気のカーリング対決に挑むのであった。ご当地キャラ大運動会 in 宗谷。皆さんこんにちは、宗谷フレッシュネットワークです。今日は宗谷を代表する10市町村のゆるキャラたちと一緒にご当地 PR をかけた本気のカーリング対決をします。その前に今私たちがお邪魔しているここ稚内市みどりスポーツパークについてご紹介いたします。みどりスポーツパークは2020年5月に開館しました。カーリング場にはリンクが4シートもあり、カーリング体験教室も開催されており、市民に親しみやすい施設です。2021年にはカーリングの北京オリンピック最終予選出場権をかけた女子日本代表決定戦が開催されました。カーリングだけでなくアーチェリー、剣道、柔道、サッカー、室内レクリエーションなどを楽しむことができる総合型の施設です。それでは本日行うカーリング対決のルールを説明します。 A、B、C の3チームに分かれ、それぞれのチームが1投ずつストーンを投げて、ハウスの中心に最も近いチームが勝ちの一本勝負になっています。勝ったチームにはご褒美として PR タイムが与えられますので、皆さん頑張ってください。次にチームメンバーを紹介します。まずは A チームお願いします。浜頓別町です。今日は頑張るぞ。頑張るぞ。西里富士町です。頑張るぞ。ありがとうございました。次に B チームお願いします。稚内市です。頑張るぞ。日立町、頑張るぞ。西里町です。今日は頑張るぞ。ありがとうございました。最後に C チームお願いします。丸室村です。頑張るぞ。礼文町です。頑張るぞ。幌延町です。頑張るぞ。ありがとうございました。では早速競技に移っていきましょう。実況は中頓別町さんにお願いしております。中頓別町さん。はい、中頓別町です。今日はよろしくお願いします。さあ始まりました、ご当地キャラ大運動会 in 宗谷。第一投は A チームからです。デリバリーするのは豊臣くん、スイープはリップくん、リップちゃん、そしてスワットンがノリノリで指示を出しています。さあ記念すべき第一投どうなるのか。ちょっとバランスを崩したか。しかし順調にストーンは前に進んでいる。リップくん、リップちゃん、果たしてスイープできるのか。華麗な動きで兄弟仲良くスイープできています。さすが息ぴったりですね。渾身のスイープだ。満面の笑みでストーンを見つめている。ここでストーンが無事ホックラインを越えました。ストーンが止まったようです。二人とも渾身のスイープで安心したのか嬉しそうですね。後続のチームにプレッシャーをかけることができたのではないでしょうか。さて次は B チームの出番です。デリバリーをするのはリシン、スイープは林蔵くんとエサッシー。期待できそうですね。さあリシリンのデリバリー、どのようなスローを見せてくれるのか。おっと揺らめいた。さすが昆布ですね。昆布出汁が効いたのかストーンは順調に前。待ち構えている屈強な二人、スイープの準備に入ってきた。林蔵くんは刀をブラシに持ち替えています。上手だ。あ、エサッシー危ない。しかしストーンはそのままホックラインを越えました。越えましたね。さあストーンの行方は。バックラインを越えたところで止まりました。先ほどの A チームのストーンよりハウスのセンターに近いんじゃないですかね。エサッシーの三笠山のようなどっしりとしたパワーがストーンに込められていましたね。最後に C チームの出番です。これで全てが決まります。
緊張しているのではないでしょうか。デリバリーはシャルップ、スイープはホロベイとアツモン。あれ、アツモンブラシは。さあ、これが最後の一投。この一投で全てが決まります。勝負の行方はどうなるのか。おっと、シャルップ助走が長いぞ。小刻みに歩いている。センターに狙いを定めています。そしてストーンは2人のもとへ。アツモンは妖精のパワーで心の中で心強いスイープをしている。ホロベイ少しだけスイープをして見送りました。いい判断ですね。さあ、ホックラインを越えました。ちょうどいいスピードではないでしょうか。ホロベイはトナカイだけあって氷の上では強いですね。おっと、 B チームのストーンを C チームが弾いた。ナイスショット。さあ、これで全てのストーンが投げ終わりました。どのチームもハウスの中に留まるショットは見られませんでしたが、ゆるキャラたちの渾身のショットを見ることができました。さて、結果はどうなっているのでしょうか。それでは結果発表に移りましょう。おっと、これは最後に B チームのストーンを弾いた C チームが一番センターに近い。ということは優勝は C チーム。おめでとうございます。では見事 PR タイムを勝ち取った C チームの皆さん、思う存分我が町の魅力を PR してください。サルフツ村です。サルフツ村は海や山に囲まれた自然豊かな宗谷最北の村です。自然由来の美味しい食べ物がたくさんあり、魚介類ではホタテが一押しです。身が引き締まりプリプリとした食感が特徴です。また乳製品ではサルフツ牛乳が欠かせません。濃厚で飲み出すと止まらなくなる美味しさです。皆さんぜひサルフツ村に食べ尽くしに来てみてください。お待ちしてます。礼文町です。礼文町の魅力は岬や山の上から見える景色と、美味しい海の幸です。特に礼文島産のホッケを使ったちゃんちゃん焼きは何度でも食べたくなるほど絶品です。ぜひ花の浮島礼文島まで来てください。お待ちしてます。北緯45度の町、ホロノベ町です。ホロノベ町には国内唯一のトナカイ観光牧場があり、1年を通じて小さなお子さんから大人まで餌やり体験などでトナカイと触れ合えたり、冬にはトナカイソリに乗ってサンタクロース気分が味わえます。また町産の水菜樽で貯蔵熟成した各種お酒は風味豊かで、町内の酒屋さんなどで購入いただけます。ぜひ小延町へお越しください。いやー、 C チームの皆さんおめでとうございます。 A チーム、 B チームの皆さんも惜しくも負けてしまいましたが、ナイスファイトでした。豊かな自然に囲まれ、新鮮な食材も味わえ、人情味あふれる宗谷に皆さんぜひ遊びに来てくださいね。待ってます。